TSS サンキューフォーゼロキャンペーン。育児の話題をお伝えするサンキューフォーゼロ、石井アナウンサーです。こんばんは。今週末17日はあの阪神淡路大震災から21年です。そこで今回はこちら、いつ起こるかわからない災害、それを親子をキーワードに防災を考えたいと思います。阪神淡路大震災をきっかけに考えられたある防災の知恵に注目しました。先月広島市内で行われた講演会、講師の安藤理瀬さん、21年前の阪神淡路大震災で被災しました。それをきっかけにアウトドアの知恵が防災に生きることに気づき、その知恵を伝え、今全国各地で評判を呼んでいます。この日伝授していた一つが、さらしの活用です。災害時、さらしは包帯や下着の代わりになるほか、子どもを安全に移動させるのに役立ちます。70代以上の高齢の方は日常で使用していたやり方、ぜひ地域の方に教えてもらってみてください。ちょっと走ってみてください。両手離して、どうですか？逃げられますね。一方、こちらは何をしているのかというと、重心であるおへそに勝手に手を合わします。脇の下から手を入れて、指がバラバラにならないように上から握りしめます。このおへそと自分のおへそに矢印が通ってるイメージで、ちょっと引っ張っていただくと軽く人が動きます。今日来て180度考え方が変わりました。日常からできることを教えてもらったので、また実際に家に帰って実践できたらと思います。ということで、今すぐに実践できることを教えてもらいました。親子で防災、必需品はこちらの5つ。1つ目はまず携帯電話とかスマホですね、はい、雨雲レーダーや緊急地震速報などのアプリを入れて、音を聞いたら素早く動けるようにお子さんと一緒に練習することが大切なんだそうです。続いて2つ目はホイッスル。災害時、自分の場所を知らせるのに役立ちます。中に玉が入ったものは水に浸かるとならなくなるので、玉が入っていないものがいいそうです。3つ目が LED のライトですね、はい、災害時必ず停電してしまうので、 LED のライトを持っておいてください、はい、懐中電灯より長時間持続しコンパクトなアウトドア用 LED ライトがおすすめなんだそうです。4つ目はマルチツール。ハサミやピンセット、ヤスリ、ナイフなどが一つになったもので、子どもの指にトゲが刺さった時などにも役立ちます。そして最後、5つ目は5番目は、はい、知恵のある自分自身ということで、はい、災害時やっぱり何にも物がなくても自分の知恵で切り抜けなきゃいけないっていうことがあります、はい、そんな時にぜひ知恵を使ってください、はい、例えばおむつがなくてもビニール袋やラップなどで対応できます。外側が防水、内側が吸水でという知恵があれば切り抜けることができます。この5点、ぜひ用意して日常から携帯してください。特別な知恵ではなく、子育ての中で活かせる知恵、生活の中で活かせる知恵を極めていただけたらと思ってます。いや、アウトドアからこの防災の知恵、うん、面白い発想ですね。そうですね。改めてこの5つまとめてあるんですけれども、はい、普段使いのものを防災仕様にするというのがポイントだということで、はい、例えばこのホイッスルも防犯用に普段から持っておくですとか、はい、LED ライトも子どもの耳掃除をするときに照らしておくとか、なるほど、はい、日常に身近なものにしておくっていうのがポイントなんだと思います。確かに普段から触れてると、うん、いざというときに分かりますもんね、使い方がね。どこかにしまっておくとかじゃなくて、身近にね、捨ておくことが大切なんですね。 それがポイントだということなんです、はい、そしてこちら、これは広島市の土砂災害をきっかけに誕生した防災・減災のためのハンドブックなんですが、こちらにも
ママの知恵ということで安藤さんの知恵が詰まっているんですよね。ぜひ参考にしてみてください。まあ、地震もそうですがこうした豪雨災害にもということでどんな災害にも対応できるそんな知恵を備えておくこと本当に必要だなというのを改めて思いました。以上サンキューフォーゼロキャンペーンのコーナーでした。